Stay even for a moment, that's okay. Even if the sky is turning gray.はい、今さっきまで、ビカスコーヒーでゆっくりしてました。マジビカスコーヒー最高です。ネパール行く人は絶対に行った方がいいです、このコーヒーショップ。江戸川橋駅からまあ徒歩で歩いても本当は1分ぐらいで着ける場所なので、ぜひネパール行く人は行ってみてください。以上。はい、今から、新大久保にあるダルバートが食べれるお店に行きたいと思います。ネパールで自分卒論を終わらしたんですけど、一緒に卒論をやってた相棒で、まあ、そいつとダルバート食べに行きたいと思います。はい、今から内回りの山手線乗って新大久保行きます。おはようございます。おはようございます。はい、今からボディービル部の主将と行きます。でかい、でかすぎる。はい、集合しました。今からこいつとダルバート食います。ネパール料理。30分遅れです。ごめんなさい。ごめんなさい。全然大丈夫。さっき行こうとしてたアーガンが閉まってたんで、ラトマト行きます。ラトマト違うと思います。俺の知ってる料理はカトマです。はい、ラトマト着きました。ダルバート食べてきます。そこにあるのはでかい。はい、ダルバート来ました。こいつと食べていきます。でかいな。はい、自由に食べてくれ。そうそうそう、緊張する。崩すのめっちゃ緊張するね。これがダル、豆、スープで、これが多分2つとも、あのさっきマトンとこれをもうかけて、もうごちゃ混ぜにして食べる。こいつらも、そいつらはまあ、まあ、まだ置いといてもいい。自由に食ってくれ。失礼します。油本場の最高です。食べ方で。ダルバートロスでした。最高です。ごちそうでした。どうでしたか。美味しかったけど、春太が600グラムぐらい食ってビビった。1キロいけたっしょ。やっぱネパール料理屋なんだよな。もう蛇口の癖がすごい。ラッシー飲んでいく。はい。甘い？あの液が甘います。甘い？でもそれ死ぬほど甘いよ。食レポしてください。どうですか？甘みが
染み出してきます。甘みが染み出してくる、はい、油の中に甘みがあって、あ、甘みがじわってくる。なるほどね。やばい、甘い、甘すぎ、絞れない、やばいっしょ、これ絞れないっす、やばいっしょ。これちょっと、これ減量中食ったらやべえよ。うん、もうダメだね、これダメだ、アウト。はい、今日はボディービル部主将のハルキと新大久保にあるラトマトというお店でダルバート食ってます。そこからの夜の景色です。いやでもネパールの村の方が綺麗、マジで。あの人ダメっすね、うん、はい、ダブルバイセップス、フロンダブルバイセップス。卒論ありがとうございました。いや、またし、まだやるよ、またやるよ。今日は僕のおごりです。おとです。ありがとうございます。こちらこそ。乾杯になりましょう。新大久保は、いろんなベトナムだったりタイ、インド、ネパール、マジでアジア圏内の料理がたくさんあります。ボディビルしましょう。タイバイ食って。アジアバルクしてくか。いいですね。すぐボディビルやん、もうお前もうやめてよ。呪われてるやん。以上。以上。以上。何回目のデートで？それ4回目。おお、いいね。一緒。やばいっしょ。4回目か。そう、4回目で、まあ王道だね。そう、めっちゃ王道、めっちゃ。なんで別れようってなっちゃったの、それは。ちょっとオフレコでちょっと記者会見開こう、それ。大丈夫、編集するから、これ編集するから。そこ1ヶ月前に別れたってさ、ちょうどだってもう年越したぐらいじゃない、今ちょうど。そうだね、そうだね。だってクリスマスとかじゃあ一緒に過ごしたでしょ。そうだね、あ、ただクリスマスその子忙しくて発表会みたいなのあった。ああ、なるほどね、大学の。そう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 。あ、まあそれは確かに忙しいわ。で、まあそこでマジで会えなくなったから。うわー、じゃあクリスマス一緒過ごしてないの。過ごしてない。やっぱクリスマスはやっぱそういう宗教の、まあそうだね、 あれだから。まあ俺も大丈夫、安心して。クリスマス37時間バス乗ってっからだから中途にクリスマスイブからクリスマスにかけての2日間でもうバスだから、ずっと。まあ大丈夫っすよ、大丈夫っすよ、なんとかなる、まあ、タフに行こう、タフに食べようっすよ、食べに行こう。渋谷まで1時間ぐらいかけてこのビルダーと歩いてます。思い出、俊太の思い出。ハロー。ハロー。マジで腕でかいこいつ。なんだ。腕でかすぎ。石ぐらい硬いぞこれ。あの電車が早いです。もう一瞬で着きました。歩くの諦めましたこいつ。バイバイ。はい、ハルキと別れました。今から家帰ります。多分ハルキとはまた 2,3 日後に会います。中山駅着きました、帰ります。はい、おはようございます。今日は、近くの小学校でちびっ子たちに野球を教えていきます。今から行きます、バイクで行きます。自分の出身の小学校に来ました。今からちびっ子たちに野球を教えます。すごかった。よく当てた。よく当てたぞ。あ、惜しい。うまかった。すごいよかったよ。いけ。あ、惜しい。何食べてんの？きなこの山。きなこの山。おいしい？うまいか？たけのこは？6本の人。
やっぱ子供は元気すぎる。帰ります。はい、一回家帰ってきて今から飯食いきます。よし。